動作科学研究室の松尾です。私たちの研究室では生体情報分子動作の研究をしています。高校では生体情報分子として DNA やタンパク質を勉強していると思います。しかしタンパク質が正しく働くには動作による翻訳修飾を受ける必要があります。そのため動作は核酸やタンパク質に次ぐ第三の生命情報差と言われています。動作の機能として、例えば ABO 式の血液型の違いは糖の種類の違いですし、インフルエンザウイルスも動作が関係しています。細胞のがん化と動作の関係も知られています。私たちの研究室では糖と糖をつなぎ合わせて糖鎖を作り出すことを得意としています。この方法で、がん関連の糖鎖の合成や医療に関係した糖鎖、新規材料の開発や食品由来の糖など、糖をキーワードに幅広く研究を行っています。普段の研究室の様子は学生さんに紹介してもらいたいと思います。それでは紹介よろしくお願いします。それでは高校生の皆さんに研究室の生活の様子をご紹介いたします。それでは行きましょう。皆さん、研究室見学はいかがでしたか？研究室ではいつも見学大歓迎です。お待ちしてます。皆さん、松尾研究室の様子は伝わりましたか？近い将来、皆さんと一緒に糖の研究が行えることを楽しみにしています。それでは、さようなら。